レミゼラブル。第4部、ジョジョシとジョジシプリューメガイの小優太とサンドガ外の戦火。ビクトル・ユーゴー。戸島義し役。第14編、絶望の創刊。1、軍旗大1コマ。まだ何事も起こってこなかった。サンメイリーの街道で、十字が鳴った。アンジョーラとコンブフェールとは、カラビン銃を手にして、 大きい方の防災の切れ目のそばに座っていた。彼らは、一言も口を聞かずに、最もかすかな、遠い軍隊の行進の音をも聞き漏らせまいとして、じっと耳を澄ましていた。突然、そのすごい静けさの中に、サンドゥニガイから来るらしい、朗らかな、若い快活な声が起こって、月の光に、の古い俗用の調子で、 鶏の鳴き声のような一語で終わってる次の歌をはっきり歌い始めた。顔には涙。同大ビュー役者中、フランスの原水。お前の憲兵を俺に貸せ。奴らに一言言ってやる。青い軍服に、軍帽の品形。これぞ郊外。こ、コケコッコ二人は手を握り合った。ガブローシュだ。と、アンジョーラは言った。 我々に合図をしているんだ。と、コンブフェールは言った。駆け足の音がひっそりした街路に起こって、軽業師のように、敏少なものが、乗り合い馬車の上によじ登ったかと思う間に、息を切らしてるガブローシュが、防災の中に飛び込んできて、言った。銃をくれ。やってきたぞ。防災の中は、電気が流れたかのように震えたって、 銃を手にする音が聞こえた僕の銃をやろうか。と、アンジョーラは、不老少年に言った。いや、大きいやつがいい。と、彼は答えた。そして、彼は、ジャベルの銃を取った。2人の将兵も退いて、ほとんどガブローシュと同時に戻ってきた。それは、街路の先端の将兵と、プティートとリュアンノリーの見張り兵とであった。 プレイシュール工事の見張り兵は、その場所に止まっていた。それで見ると、橋や市場町の方には敵が寄せてこないらしかった。赤旗の上に投じてる光の繁栄で、敷石が少しほのかに見えてるシャンブルリー街は、もやの中にぼんやり開いている、黒い大きな玄関のように、ボートの目には映った。彼らは、それぞれ、自分の戦闘位置についた。 アンジョーラ、コンブフェール、クールフェイラック、ボシュエ、ジョリー、バオレル、ガブローシュ、その他すべてで、四十三人の同士は、大きい肩の防災の中にひざまずき、鳥での頂きと、すれすれに頭を出し、銃眼のようにして、敷石の上に重心を定め、注意を凝らし、口をつぐんで、すぐにも発射線と待ち構えていた。六人の男は、 不意に指揮されて、銃を構え、コラント邸の3階の窓に陣取っていた。数分間過ぎ去った。それから、歩調を揃えた、重々しい大勢の足音が、三流の方面にはっきり聞こえだした。その足音は、初めはかすかで、次にはっきりとなり、やがて重々しく響き渡るようになって、止まりもせず途絶えもせず、静かに恐ろしく打ち続いて。 徐々に近づいてきた。聞こえるものはただそれだけだった。あたかも、小水の銅像が歩いてくるような沈黙と響きとだけだった。しかし、その石のような足音には、ある巨大さと多数さとがこもっていて、一個の怪物だとも思われるとともに、一体の群衆だとも思われた。あたかも、恐るべき一連体の銅像が行進してるようだった。 その足音は次第に近づいてき、ますます近寄ってき、それから立ち止まった。街路の先端に、多くの人の息が聞こえるようだった。けれども、何も見えず、ただ、その奥に、濃い闇の中に、ほとんど目につき、硬い細い針のような金属の光が無数に見えてるきりだった。その光は騒然と入り乱れて、あたかも、人が、 まさに眠りに入らんとするとき、閉じた眼睛の下の靄の中に認める、名状しがたい一種の輪郭の網の目にも似ていた。それは、許可の遠い繁栄に光ってる重剣や重心であった。なお、少しの猶予があった。両方とも待ってるがようだった。と突然、その闇の奥から、一つの声が叫んだ。それを発した人の姿が見えないだけに、 一層すごい声で、暗黒自身が口を聞いたのかと思われた。何の味方かと同時に、銃を下ろす音が聞こえた。アンジョラは、鳴り響く呆然たる調子で答えた。フランス革命。撃て。と声は言った。一線の光が、街路の人家の正面をぱっと赤く染めた。あたかも、 陽光炉の口が突然開いて、また閉じたかのようだった。恐るべき白菜が、防災の上に落ちかかった。赤旗は倒れた。その一斉射撃は、極めて猛烈で中密であって、赤旗の竿、すなわち、乗り合い馬車の長江の先を、打ち負ってしまったのである。また、人家の軒に跳ね返った弾丸は、防災の中に流れてきて、 数名のものを傷つけた。その第一の一斉射撃は、全く、人の心体をかんから、しむるものだった。攻撃力は激烈で、最も大胆なものらをも最高せしむるほどだった。向こうは、少なくとも、一個連隊くらいはいそうだった。諸君、と、クールフェイラックは叫んだ、火薬を無駄にするな敵が、 この街路には行ってくるのを待って応戦するんだ。そして何よりも、とアンジョラは言った、軍旗をもう一度立てることだ。彼は、ちょうど、自分の足元に落ちた赤旗を拾い上げた。外には、銃の中に入れる、来たす1日、第3水準1の85の94、杖の音が聞こえていた。軍隊は、再び、 銃に弾を込めていたのである。アンジョラはまた言った。勇気のある者はいないか。防災の上に軍旗を立ててくる者はいないか。答えはなかった。まさしく、敵が再び銃を構えてる瞬間に、防災の上に上がることは、単に死を意味するのみだった。最も勇敢な者も、自ら七地に着くことは躊躇せざるを得ない。 安城羅自身を戦慄した。彼は繰り返した。誰も出ないか。日軍機第二コマ。一同がコラント邸に到着して、防災を作り始めた時、マブーフ老人には、誰も、ほとんど注意を向ける者はいなかったが、老人は、やはり、一軍の中に混じっていたのである。彼は、居酒屋の開花の広間には行って、 感情台の後ろに座を閉めて、そこで、いわば、自分で自分を埋没させてしまった。もはや、何者をもみも考えもしていないかのようだった。クールフェイラックと、他の数名の者は、に、三度彼のそばに寄って行き、危険を知らせ、帰って行くように進めたが、彼には、その言葉も聞こえないかのようだった。人から話しかけられない時には、 誰かに返事でもしてるように唇を動かしていたが人が何とか言葉をかけるとその唇はすぐに動かなくなりその目はもう死んだもののようになった。防災が攻撃される数時間前からずっと一定の姿勢を保ったままで両手の手のひらを両膝につき絶壁の下を覗き込むがように頭を前に差し出していた。どんなことがあっても 彼は、その姿勢を変えず、心は防災の中にはないかのようだった。各人が戦闘位置に着いたとき、その下の広間に残っているのは、ただ、柱に縛り付けられたジャベルと、サーベルを抜いて、ジャベルの番をしてる一人のボートと、あとはマブーフだけだった。攻撃の一斉射撃があったとき、彼は、ようやく、その物音を耳にして、我に帰ったかのようで、 突然立ち上がり、室を通り抜け、安城らが、誰も出ないか、と繰り返したときに、ちょうど、居酒屋の入り口に現れていた。彼の姿は、一軍の間に感動を引き起こした。ある者は叫んだ。あれは、投票者だ。役者中、ルイ16世の処刑に、賛成の投票をした者、国役議会員だ。人民の代表者だ。 おそらく、その声も、彼の耳には入らなかったろう。彼は、まっすぐにアンジョーラの方へ進んでいった。ボートラは、深い池江の念で、その前に道を開いた。彼は、呆然として、後にし去ったアンジョーラの手から、軍旗を奪い取った。そして、誰も、あえて、それを止めることも手伝うこともできないうちに、80歳を超えたこの老人は、 頭を打ち振り、しかも確固たる足取りで、防災の中につけられてる敷石の段を徐々に登り始めた。いかにも痛ましいまた壮大な光景であって、周囲の人々は叫んだ、脱帽。一段一段と登りゆく彼の姿は、恐ろしいありさまだった。その白い頭髪、老水した顔、はげ上がってしわ寄った、大きな額、深くくぼんだ目。 驚いてるような開いた口、赤旗を捧げてるとしとった腕、それが闇の中から現れて、許可の真っ赤な光の中に大きく照らし出された。93年、1793年の霊が、恐怖時代の旗を手にして、死から現れ出たのを、人々は見るような気がした。彼が、最後の一段を上り詰めたとき、すなわち、この、揺らいでる恐ろしい幽霊が、 種々のものを積み重ねた砦の上に、目に見えない1200の小銃を前にして立ち上がり、死よりも力強いかのように、平然と死の面前に突っ立ったとき、全防災は暗黒の内にある超自然的な巨大な趣に変わった。驚くべき事変の周囲に起こるような沈黙が落ちてきた。その沈黙の中に、老人は赤旗を振って叫んだ。 革命万歳。共和、万歳。友愛、平等、及び、死。防災の中にいた人々は、急いで祈祷をする牧師の囁きに似た、ある、低い速い言葉を聞いた。それは、おそらく、街路の先端で、規定通りの勧告を行っている警部の声であったろう。それから、何の味方かと、前に叫んだ同じ。 激しい声がまた叫んだ。降りろ。瞳には、心乱れた痛ましい炎が輝いてい、色あおさめ荒々しい様子をしたマブーフ氏は、頭の上に軍旗をかざして繰り返した。今日は、万歳。撃て。と、声は言った。竜荒れ弾のような第2回の一斉射撃が、防災の上に落ちかかった。 老人は膝をついたが、また立ち上がり、軍旗を手から落とし、腕を組んで、長々と、あたかも一枚の板のように、後ろざまに仰向けに、敷石の上に倒れた。父親は、彼の下に流れた。色を失った悲しげな、年取った顔は、空を眺めてるがようであった。我が身を守ることを忘れさせる人間以上のある感動に、ボートらは捕らえられた。 彼らは、恐怖の念を持って、その死骸の周りに集まった。C 逆人ら、役者中、ルイ十六世を処刑せし国役議会員らは、実に恐ろしい者どもだ。と、アンジョーラは言った。クール・フェーラックは、アンジョーラの耳に口を寄せて囁いた。これは、君にだけの話だぜ。みんなの熱性を冷やしたくないから。あの老人は C 逆人ではない。 僕は知ってる。マブーフロ人ジンというんだ。今日は、どうして、あんなことをしたのか、僕にもわからない。無能な好人物だったがな。あの頭を見たまえ。頭は、無能でも、心は、ブルツス、役者中、シーザーを指した人だ。と、アンジョーラは答えた。それから、彼は声を上げた。諸君、これは、 老人が青年に示した模範である。我々が躊躇しているところに彼は出てきた。我々が後ろに隠れているのに彼は前に進んだ。老年に震える人が恐怖に震えるものに与えた教訓である。この老人は祖国の前においては偉大なるものである。彼は長き将と格々たる人を得たのである。今や我々は その死を保護しようではないか。我々は皆、生ける父を守るがように、この死せる老人を守ろうではないか。そして、我々のうちに彼があることをもって、防災を難攻不落のものたらしむようではないか。沈鬱な力強い賛成のささやきが、その言葉に続いて起こった。アンジョラは身をかがめ、老人の頭をもたげ、猛然たる様子で、 その額に唇を当てた。それから、彼は、死体の両腕を伸ばし、あたかもどこかを痛めはしないかと恐れるもののように、細心な注意をしながら、その上着を脱がせ、血のにじんだ多くの穴をみんなに示しながら言った。今は、これこそ我々の軍旗である。3、ガブローシュには、アンジョーラの誕生が適す。マブーフロウジンの死体の上には、 ウエさんの長い黒い肩掛けがかぶせられた。6人の男の銃で担架を作り、それに死体を乗せ、みんな脱帽して荘厳な徐行で、居酒屋の下の広間の大きなテーブルの上に運んでいった。それらの人々は、現在行っている厳かな神聖な仕事に気を取られて、もう危険な地位にあることも忘れてしまっていた。死体が、 元の通り、平然としているジャベルのそばを通ったとき、アンジョーラは彼に言った。貴様の番もすぐだ。その間、少年ガブローシュは、ただ、一人、部署を去らずに見張りをしていたが、数名の男が、密かに防災に近づいてくるらしいのを見た。突然彼は叫んだ。気をつけろ。クールフェイラック、アンジョーラ、ジャンプルーベール。 コングフェール、ジョリー、バオレル、ボシュエ、および、その他の者のが、ドット居酒屋から出てきた。ほとんど間に合いかねるほどだった。見ると、銃剣の密集したひらめきが、防災の上に押し寄せていた。チョークの市民兵が侵入してきたのである。あるいは、乗り合い馬車をまたぎ越え、あるいは、防災の切れ目から入り込んで、 逃げもしないで、徐々に後退してる不老少年を追い詰めていた。危機一髪の場合だった。洪水の檻、り、水が堤防とすれすれに高まって、その隙間から溢れ始めるのと同じ、恐るべき瞬間だった。もう一秒遅れていたら、防災は奪われていたに違いない。バオレルは、真っ先に入り込んできた市民兵に踊りかかり、ビン銃を差しつけて、 一発の下にそれを殺したしかし、彼は、次の市民兵から銃剣で殺された。また、クール・フェイラックも、も一人の兵に打ち倒されて、来てくれ。と、叫んでいた。兵士のうちでも、巨人のような、一番大きな男が、銃剣を突き出し、ガブロー氏をめがけて進んできた。不老少年は、その小さな胸に、 ジャベルの大きな銃を持ち、血然とその大男を狙い、引き金を引いた。しかしそれは発火しなかった。ジャベルは銃に弾薬を込めていなかったのである。市民兵は大将して銃剣を彼の上に差し付けた。しかるに、その銃剣がガブローシュの身に触れる前に銃は兵士の手から落ちた。一発の弾が飛び来たって、 彼の額の真ん中を貫き彼を仰向けに打ち倒した。また第二の弾はクールフェーラックに襲いかかっていた兵士の胸の中央に命中してそれを敷石の上に伏した。それはちょうど防災の中には行ってきたマリウスの仕業だった。四火薬の樽マリウスはしばらくモンデトゥール街の角に隠れて 戦いの最初の光景を見ながら、なお決断しかねて身を震わしていた。けれども、深淵の呼び声とも言うべき、神秘な荘厳な言惑に、彼は、長く抵抗することができなかった。切迫してる危機、悲壮な謎たるマブーフ氏の死、殺されたバオレル、来てくれ。と叫んでるクールフェイラック、追い詰められてる少年、それを、 助けあるいは、その衆を邦然としている友人だ。それらを眼前に見ては、あらゆる躊躇の情も消え失せてしまい、2丁のピストルを手にして、混戦のうちに踊り込んだ。そして、第1発でガブローシュを助け、第2発でクール・フェイラックを救ったのである。銃火と撃たれた兵士らの叫びとを聞いて、襲撃兵らは砦をよじ登った。今や、その頂には、 市民兵や戦列兵や郊外の国民兵らが銃を手にし半身を乗り出して群がっているのが見られた。彼らはすでに3分の2以上を占領していたが何か歓声を恐れて躊躇してるかのように中へは飛び込んでこなかった。そして獅子のホラー穴でものよ用に暗い防災の中を覗き込んでいた。許可の光はその銃剣け棒と化妄と。 不安なエラだった顔の上部とだけを照らしていた。マリウスは、もはや武器を持っていなかった。彼は、発射し終わったピストルを投げ捨てていた。しかし、ふと、居酒屋の広間の入り口にある火薬の樽を見つけた。彼が、その方に目をつけて、半ば身を巡らしたとき、一人の兵士が彼を狙った。しかし、いよいよ、 マリウスの上に狙いを定めたとき、一本の手が、その銃口を押さえて塞いだ。それは、飛び出してきた一人の者の仕業で、ビロードのズボンを履いたあの年、若い労働者だった。弾は発射され、その手を貫き、また、労働者が倒れたところを見ると、その他の箇所をも貫いたらしかったが、しかしマリウスには当たらなかった。すべて、それらのことは、 煙の中でちらと分かっただけではっきり見えたのではない。下の広間に入ったマリウスもほとんど気づかなかったほどである。けれども彼は自分の上に向けられた銃口とそれを塞いだ手とだけはぼんやり認めることができ、また発射の音だけは聞くことができた。しかし、かかる際にあっては目に留まる事物も瞬時に起こりたちまちに変転するもので。 一時に気をとどめることはできない。人は、なお一層暗黒なるものの方へとせきたてられる気がして、すべては、ただ、もやのうちに包まれる。ボートらは、不意を打たれたがなおへきえきせず、再び大悟を整えていた。アンジョーらは叫んだ、待て。むやみに打つな。実際、彼らは、最初の混乱のうちに、どうし打ちをしないとも限らなかった。 多くの者は二階の窓や屋根裏の窓に登って行き、そこから襲撃軍を眼下にした。また、最も、決然、タルシャラは、アンジョーラとクールフェイラックと、ジャン・ブルーベールとコンブフェールと共に、呆然と背面の人家を背にして、防災の上に並んでる兵士や民兵の面前に身をさらした。すべて、それらのことは、混戦の前における、 異様な恐ろしい早朝さをもって平然となされたのである。両軍は互いに銃を差しつけて狙い合い、互いに話し合えるほど間近に退治した。かくて、まさに火花が散らんとした時、首当てと大きな剣傷とをつけた一人の将校が剣を差し出していった。降伏しろ、撃てと安城らは言った。両方から、 同時に一斉射撃が起こった。そして、すべては、煙の中に葬られた。息を詰まらせるばかりの、激しいつらい煙で、その中には、瀕死の者や負傷した者らが横たわって、弱い低いうなり声を発した。煙が散ってから眺めると、両軍とも、人数がまばらになっていたけれども、なお同じ位置に踏み止まって、黙々のうちに、再び、 銃に弾を込めていたすると、突然、一つの声が響き渡って叫んだ。尻ぞけ、防災を爆破させるぞ。すべての者は、その声の方に振り向いた。マリウスは広間に入り、そこにある火薬の樽を取り上げ、それから、射撃の煙と、砦の内に立ち込めてる暗いもやとに乗じて、防災に沿って忍んでゆき。 敷石で囲った許可がともされてるところまで達したのだった。そして許可を引き抜き、そこに火薬の樽を置き、積みを持った敷石を、その下に教えると、直ちに樽は、恐ろしくも、彼の意のままに底が抜けた。それだけのことを、マリウスは、ただ身をかがめて、また立ち上がるまでの瞬間にしてしまったのである。そして、今や、 国民兵も市民兵も将校も兵士も、みんな、防災の一端に集まって、呆然として、マリウスを眺めた。マリウスは、敷石の上を踏まえ、許可を手にし、最後の決心に輝いた、厳かな顔をもたげ、壊れた火薬の樽が見えてる恐るべき堆積物の方へ、許可の炎を差し付け、人を立然たらしむる叫びを発したのである。退け、 防災を爆発させるぞ。マブーフ老人の後に、防災の上に突っ立ったマリウスこそは、老いたる革命の霊の後に現れた革命の霊であった。爆発さしてみろ。と、一人の軍曹が言った。貴様も一緒だぞ。マリウスは答えた。無論俺も一緒だ。そして、彼は、許可を。 火薬の樽に近づけた。しかし、その時には、もう、鳥の上には、誰もいなかった。襲撃軍は、死者と負傷者とーシをきしたまま、熱を乱し混乱して、街路の先端に退却し、再び、闇夜のうちに見えなくなってしまった。先を争う階層だった。防災は回復された。ゴジャンプルーベールの死の終わり。人々は、 みんなマリウスの周りに集まった。クール・フェーラックは彼の首に飛びついた。君が来たのか。実にいい具合だった。とコングフェールは言った。いい時に来合わした。とボシュエは言った。君がいなけりゃ僕は殺されるところだった。とクール・フェーラックはまた言った。お前がいなけりゃ俺はやられちゃった。 と、ガブローシュは言い添えた。マリウスは尋ねた。狩猟はどこにいる狩猟は君だ。と、アンジョーラは言った。マリウスの頭の中は、朝から幼稚のようになっていたが、今では旋風のようになっていた。彼の中にあったその旋風は、あたかも、彼の外部にあって、彼を吹き去ってるかのようだった。彼は、すでに、 人生から無限の距離に吹き荒られてるような気がした。突然、恐ろしい断崖に終わった気液と愛との輝かしい二ヶ月、失ってしまったコゼット、防ォ共和のために身を捧げたマブーフ氏、ハントの狩猟となった自分の身、全て、それらのことは、奇怪な悪夢のように思われた。今、周囲の万事が現実であることを知るためには、 真意の努力をしなければならなかった。マリウスは人生の経験があまりに少ないので、最も緊急なのは不可能ごとであるということを知らず、常に予期しなければならないのは意外ごとであるということを知らなかった。彼は、あたかも不可解な一片の劇を見るように、自分自身の劇を見ていた。かく、彼は、頭が、もやの内に包まれていたので、 ジャベルの顔を見分けることができなかった。ジャベルは柱に縛られたまま、防災が攻撃されている間、頭一つ動かさず、殉教者のような忍獣と審判者のようなイベントで、周囲に湧き立っている反乱を眺めていた。マリウスは彼の存在に気づきもしなかった。その間、襲撃者の方には動く気色もなかった。ただ、 街路の先端に群がっている足音だけは聞こえていたが、進んできはしなかった。あるいは、命令を待っていたのか、あるいは、その不落の革命砲に再び襲いかかる前に、延兵を待っていたのであろう。ボートの方は、昇兵を出し、また、数名の医学校の生徒らは、負傷者の手当てを始めた。面接糸と弾薬等を載せた、二つのテーブルと、 マブーフ老人の死体が乗ってる一つのテーブル等を除いて、すべてのテーブルは、居酒屋の外に投げ出され、防災に積まれた。その代わりとして、下の広間では、ユシュル・ウエさんと二人の女中との布団を持ち出して、その上に負傷者らを寝かした。哀れなその三人の女については、どうなったか誰も知らなかった。けれども、後に見いだされたところによると、 彼女らは穴蔵の中に隠れていた。やがて通説なる一つの感情が防災を回復した喜びの念を暗くした。転校を行うと仲間の人数が一人足りなかった。しかも誰であったか。それは最も貴重なまた最も勇敢な者の一人たるジャン・プルーベールだった。負傷者のうちを探したが見当たらなかった。 戦死者のうちを探したが見当たらなかった。彼は捕虜になったに相違なかった。コンブフェールはアンジョーラに言った。彼らは我々の友人を捕らえている。しかし我々の手にも向こうの一人が入っている。君はこの艦長を殺すつもりか。そうだ、とアンジョーラは答えた。しかしジャンプルーベールの生命には変えられない。 その話は下の室で、ジャベルが縛られてる柱のすぐそばで交わされた。それでは、とコングフェールは言った。僕が、杖の先にハンカチをつけて、軍師となって行き、人質を取り替えてこよう。ちょっと、とアンジョーラは言いながら、コングフェールの腕に手を置いた。街路の先端に、意味ありげな武器の音がしたのである。そして、 一つの勇壮な叫び声が聞こえた。フランス万歳。未来万歳。それは、覚えのあるプルーベールの声だった。一線の光が見えて、発射の音が響いた。みんな静まり返った。彼を殺したのだ。と、コングフェールは叫んだ。アンジョーラは、じっとジャベルを見て、そして言った。貴様の仲間が、 今、貴様を銃殺したんだぞ。6、生の苦しみの後に死の苦しみ。この種の戦いの一特色は、防災が、ほとんど、常に正面からばかり攻撃されることであって、また、大抵攻撃者らは、あるいは伏兵を恐れてか、あるいは曲がりくねった街路に迷い込むことを気遣ってか、迂回を避けることである。それで、ハントラの注意も、 全て大きい防災の方へ向けられていた。明らかに、そここそ常に脅かされてる地点であって、必ずや、再び戦いが始まるに違いない地点であった。けれども、マリウスは、小さい防災のことを考えて、その方へ行ってみた。そこには誰もいず、ただ、敷石の間にまたたいてる豆ランプの光だけが、番をしていた。それからまた、 モンデトゥール街も、それに開いてるプティートとリュアンノリー街とシーニュ街も、ひっそりと静まり返っていた。マリウスが、視察を終えて引き返して来ようとしたとき、闇の中から自分の名を呼ぶ、弱々しい声が聞こえた。マリウスさん。彼は身を震わした。それは、聞き覚えのある声で、2時間前に、プリウメ街の鉄門から、呼ばわった声であった。 ただ、その声も、今は、わずかに、息の音くらいの弱さになっていた。マリウスはあたりを見回したが、誰の姿も見えなかった。彼は、自分の気の迷いだと思った。周囲に湧き上がった異常な現実に、自分の頭から、出た幻が加わったのだと思った。そして、防災の奥まった場所から出ようとして、一歩運んだ。マリウスさん。 とまたた声がした今度はもう疑う余地はなかった。彼ははっきりとその声を耳にした。しかし見回してみたが何も見えなかった。あなたの足のところです。とその声は言った。身をかがめてみると一つの影が自分の方へ寄ってきつつあった。それは戸籍の上を張っていた。呼びかけたのはそれだった。 豆ランプの光に透かし見ると、ダブダブの上着と裂けた粗羊なビロードのズボンと、靴も履いていない足と、血潮の溜まりみたいなものとが、目に入った。ようやく、認めら、ルル青白い顔が彼の方へ伸び上がっていった。あなた私がわかりますかいいや。エポニーヌですよ。マリウスは、急に身をかがめた。 実際、それは、あの不幸な娘だった。彼女は、男の姿を装っていた。どうしてここへ来たんだ何をしていた私もう死にます。と、彼女は言った。重荷に圧倒されてる人をも呼び覚ますほどの言葉と事件とが世にはある。マリウスは飛び上がるようにして叫んだ。傷を負ってるね。待て。 質の中に連れてってやろう。手当てをしてもらうといい。傷は重いのか。どういう風に抱えたら痛くないどこが痛むああどうしたらだが、一体何しにここへ来たんだそして、彼は、腕を、彼女の下に入れて助け起こそうとした。そうしながら、彼女の手に触れた。彼女は、弱い声を立てた。 痛かったと、マリウスは尋ねた。ええ、少し。でも手に触ったばかりだが。彼女は、マリウスの目の方へ手を上げた。見ると、手の真ん中に、黒い穴が開いていた。手をどうしたんだと、彼は言った。突き通されたのよ。突き通された。ええー。なんで でどうしてあなたを狙った鉄砲があったのを、あなたは見て見た。それから、その銃口を押さえた手も。あたしの手よ。マリウスは開始かとした。なんて乱暴な。かわいそうに。だが、まあよかった。それだけのことなら何でもない。僕に任せるが、いい。 寝床に連れてってやるから、包帯をしてもらってやろう。手を貫かれたくらいで死にはしない。彼女はかすかに言った。弾は手を突き通して背中へ抜けたのよ。ここから私を外へ連れてってもダメ。私本当はお医者よりあなたの看護の方がいいの。私のそばにこの石の上に座ってくださいな。 彼は、その言葉に従った。彼女は、彼の膝の上に頭を乗せ、その顔から目をそらしていった。ああ、ありがたい。本当に良くなった。もう、これであたしくしかない。彼女は、ちょっと口をつぐんだ。それから、ようやくに顔を巡らしてマリウスを眺めた。ねえ、マリウスさん、あなたが、 あの庭にはいるのが、あたしは嫌だったのよ。馬鹿げてるわね。あの家をあなたに教えたのは、あたしだったもの。それにまた、あたしは、こう考える方が本当だったかもしれないわ。あなたのような若い方は。彼女は言葉を切った。そして、確かに、頭の中にあった暗い思いを一転して、痛ましい微笑を浮かべながら言った。 あなたあたしを不綺麗な女だと思ったでしょう。そうじゃなくて彼女は続けていった。ねえ、あなたはもう助からない。今となっては誰も防災から出られはしないわ。あなたをここへ呼んだのはあたしよ。あなたはどうせ間もなく死ぬに決まってるわ。あたしそれをちゃんと知ってるの。だけど、人があなたを狙うのを見たとき、 私は、その鉄砲の口に手を当てたわ。本当に変ね。でも、あなたより先に死にたかったからよ。弾を受けた時、私はここまで張ってきたの。誰にも見つからず、誰からも助けられなかった。私あなたを待ってたわ。来なさらないのかしら、とも思ったの。ああ、私は、上着をかみしめたり、どんなに苦しんだでしょう。 でも、今は、もう何ともない。あなたは覚えていて。あたしがあなたの室には行って鏡に顔を映してみたあの日のこと、それからまた、日雇い女たちのそばで大通りであなたに会った日のことも、小鳥が歌ってたわ。そう長い前のことでもないわ。あなたは、あたしに百数五フランくだすったわね。 あなたのお金なんか欲しいんじゃない、とあたしは言ったでしょう。あなたせめて、あの金を拾ったでしょうね。あなたは金持ちじゃないんだもの。あたし、あの金を拾いなさいとあなたに言うのを忘れたのよ。日が照っていて、寒くはなかったわね。マリウスさん、あなた思い出して。おおあたし本当に嬉しい。皆死んでしまうんだわ。 彼女の様子は、気も狂わんばかりで、しかも真面目で悲痛だった。避けた上着からは、あらわな喉元が見えていた。口を聞きながら射抜かれた手を胸に当てていたが、そこにももう一つ穴が開いていて、開いた樽からブドウ酒がほとばしり出るように、刻々に血潮が流れ出ていた。マリウスは、その哀れな女を、深い側院の情で見守っていた。ああ。 突然彼女は言った。また始まった。息が詰まりそう。彼女は上着を掴んで歯で食いしめた。その両膝は敷石の上に固くなっていた。その時、少年がブローシュの若々しい声が防災の中に響いた。彼は銃に弾を込めるためにテーブルの上に上がり、当時よく流行っていた小唄を快活に歌ったのである。 ラファンエットの姿を見、金平どもは繰り返す。逃げろ、逃げろ、逃げろ。エポニーヌは身を起こして耳を澄ました。それからつぶやいた。そうだ。そして、マリウスの方を向いていった。弟が来てるのよ。見つかっては困るわ。文句を言うに違いないから。弟だって と、マリウスは尋ねた。彼は、心の底の、最も苦しい悲しい奥で、父から遺言されたテナルディエ一家の者に対する義務のことを考えていたのである。弟というのはどの男だあの子供よ。歌を歌ってるあの子供ええ。マリウスは身を動かした。ああ言ってはいや。 と彼女は言った、もう、あたし長く持たないから。彼女は、ほとんど半身を起こしていた。しかし、その声はごく低くて、しゃっくりに途切れていた。間を置いては、時々、死に際のアイが口をきくのを妨げた。彼女は、できるだけ近く、自分の顔をマリウスの顔に寄せていた。そして、 異様な表情をして言い添えた。聞いてくださいな。あたしあなたを騙すのは嫌いだから。ポケットの中に、あなた宛の手紙を持ってるのよ。昨日からよ。郵便箱に入れてくれと頼まれたのを、取っておいたのよ。あなたに届くのが嫌だったから。だけど、後でまた会うとき、あなたから怒られるかもしれないと思ったの。また会えるのね。 あの世で、手紙を取ってくださいな。彼女は、鼻の開いた手で、痙攣的に、マリウスの手をつかんだ。もう痛みをも感じていないらしかった。そして、マリウスの手を、自分の上着ポケットに差し入れさした。マリウスは、果たして、そこに紙があるのを感じた。取ってください。と、彼女は言った。マリウスは手紙を取った。 彼女は、安心と満足との様子をした。さあ、その代わりに、約束してくださいな。そして、彼女は言葉を切った。何をと、マリウスは尋ねた。約束してください。ああ、約束する。私が死んだら、私の額に接吻してやると、約束してください。死んでもわかるでしょうから。 彼女は、また、頭を、マリウスの膝の上に落とし、眼犬を閉じた。彼は、もう、その哀れな魂が去ったと思った。エポニーヌは、じっと動かなかった。すると、突然、もう永久に眠ったのだと、マリウスが思った瞬間、彼女は、静かに、死の深い影が宿ってる目を見開いた。そして、 高いから来るかと思われるような優しい調子で彼に言った。そして、ねえ、マリウスさん、私いくらかあなたを慕ってたように思うの。彼女はもう一度微笑もうとした。そして息絶えた。七、距離の推測に巧みなるガブローシュ。マリウスは約束を守った。彼は、冷たい汗がにじんでる青ざめた額に唇を当てた。 それは、コゼットに不実な行いではなかった。不幸なる魂に対する心からの優しい別れだった。彼は、エポニーヌから手紙を受け取った時、思わず身を震わした。彼は、即座に、その内容の重大なことを感じた。そして、早く読んでみたくてたまらなかった。人の心は、こうしたものである。不運な娘が目を閉じるや否や、 マリウスは、もう手紙を開こうと思った。彼は、娘の体を、静かに下に置き、そして立ち去った。なぜともな、くその死骸の前で、手紙を読んではいけないような気がしたのである。彼は、居酒屋の下の室に灯ってるろうソクに近寄った。手紙は、小さく折りたたまれたもので、女らしい優しや注意で封がしてあった。アテナは、 女の筆跡で、こう書かれていた。ベールリー街十六番地、クールフェイラック様方、マリウス・ポンネルシー様へ。彼は、封を切って読み下した。愛しきお方、悲しくも、父はすぐに出発すると申します。私どもは、今晩、オンム・アルメガイ番地に参ります。一週間すれば、もうロンドンへ行っておりますでしょう。 6月4日、コゼット。2人の恋は非常に無邪気なもので、マリウスは今までコゼットの筆跡さえも知らなかった。これまでの経過はすぐに尽くされうる。それはすべてエポニーヌの仕業であった。6月3日の晩以来、彼女は2つの考えを抱いた。1つは、 プリイの家に対する父とその他の盗賊の計画を破ること一つはマリウスをコゼットから引き離すことだった彼女は通りかかりの若いブライカンと着物を取り替えた男は面白がって女装をしエポニーヌの方は断装をしたシャンド・マルスの連兵場でジャン・バルジャンに引っ越せという意味ありげな勧告を与えたのは彼女だった ジャン・バルジャンは家に帰り、コゼットに行った。今晩ここを引き払って、トゥーさんと一緒にオンム・アルメガイに行くんだよ。来週はロンドンに行こう。コゼットは、その意外な打撃を受けて、マリウスに一言走り書きをした。しかし、どうして、それを郵便箱に入れたものか、見当がつかなかった。彼女は、 かつて一人で外出することがなかったし、またトゥーさんに頼めば、そんな使いに驚いて、きっと手紙をフォーシュルバン氏に見せるに違いなかった。そういう心配の最中に、コゼットは、鉄門から、断層をしてるエポニーヌの姿を認めた。エポニーヌは、今では、絶えず、表庭の周りをうろついていた。コゼットは、その、若い労働者を呼び止め、 手紙にゴフランを添えて渡しながら言った。この手紙をすぐに宛名の人のところへ持って行ってください。エポニーヌは手紙をポケットの中にしまった。翌日の6月5日に彼女はクール・フェーラックの家へ行ってマリウスを訪ねた。それは手紙を渡すためではなく嫉妬と恋とを抱く者にはよく分かることであるが。 様子を見るためだったそこで彼女はマリウスをあるいは少なくともクール・フェイラックを待っていたそれもやはりただ様子を見るためだったそして我々は防災に行くんだとクール・フェイラックが言った時彼女の頭にふとある考えが浮かんだどうせ身を殺すならその死の淵の中へ飛び込んでやりマリウスをも引き込んでやろう 彼女は、クールフェイラックの後について行き、防災が気づかれる場所を確かめた。そして、マリウスは、まだ、何らの通知も受けていないし、手紙は自分が横取りしてるので、彼は、きっと日が暮れると、毎晩のように、出会いの場所へ行くに違いないと考えて、プリュメ街に行き、そこでマリウスを待ち受け、彼を防災におびき出せるに違いないと思われる呼び声を、 友人らの名を借りて投げつけた。彼女はマリウスがコジェットのいないのを見いだす檻の絶望をあてにしていたが、その期待は外れなかった。そして彼女はそのままシャンブルリー街に戻っていった。そこで彼女が何をしたかは読者の見てきた通りである。彼女は自分の死のうちに愛する者を引き込み、誰のものにもさせない。 と言って死ぬという嫉妬の心の悲痛な喜びを抱いて死んでいったのである。マリウスは幾度となくコゼットの手紙に唇を当てた。彼女はやっぱり自分を愛していたのか。彼はちょっとの間もう死ななくてもいいという気が起こった。しかし次に彼は自ら言った。彼女は言ってしまうのだ。 父に連れられてイギリスに行くし、私の祖父は結婚を承諾しない。悲しい運命はやはり同じことだ。マリウスのような無双化は、往々、極度の反問に陥るもので、そこから絶望的な決意が生じてくる。生の苦しみは耐え難いものである。死は一層たやすい。その時、彼は、 自分の果たすべき二つの義務が残っていることを考えた。一つは、コゼットに自分の死を知らせ、最後の別れを告げること。一つは、テナルディエの子であり、エポニーヌの弟である、あの哀れな少年を、まさに来たらんとする切迫せる破滅の淵から救うこと。彼は、今も、なお、神バサミを身につけていた。コゼットに宛てて、 幾多の思いを書き記した手帳が入っていた紙バサミである。彼は、それから、一枚の紙を抜き取り、鉛筆で、次の崇高をしたためた。私たちの結婚は不可能です。私は、祖父に願ったが断られた。私には財産もなく、あなたも同様です。私は、あなたの家に駆けつけたが、あなたはもういなかった。 私がなした誓いをあなたは知っているでしょう。私はそれを守るだけです。私は死ぬ。私はあなたを愛する。これをあなたが読む頃には、私の魂は、あなたのそばにあって、あなたに微笑んでいるでしょう。その手紙を封するものが何もないので、彼は、ただ、紙を四つに折って、上に、次の宛名を書きつけた。 オンム・アルメガイナナパ番地、フォーシェル・バンシ型、コゼット・フォーシュル・バンジョー様。手紙をたたんでから、彼はちょっと考え込み、紙ばさみをまた取り出し、それを開き、そして、同じ鉛筆で、その第一ページに、次の数行をしたためた。世はマリウス・ポン・メルシーというものなり。マレーのフィーユ・デュカルベール街六番地に住む世が、ソフジル・ノルマイ氏のもとに、 世の死骸を送れ。彼は、その紙ばさみを、上着のポケットに収め、それからガブローシュを呼んだ。不老少年は、マリウスの声を聞いて、うれしげなまた、献身的な顔つきをして走ってきた。僕のために、少し用をしてくれないか。なんでもする。と、ガブローシュは言った。たくだ、お前がいなかったら。 俺はやっつけられてたんだ。この手紙だがね。うむ。これを持って、すぐに防災を出てくれ。ガブローシュは不安そうな様子だったが、今度は耳をかき始めた。そして、明日の朝、宛名の人へ、本務アルメガイ七番地のフォーシュル版氏型コゼット城へ、それを届けてくれ。勇壮な少年は答えた。 だが、その間に防災は落ちて、俺は間に合わなくなるだろう。防災は、すべての様子から察すると、夜明けにしか攻撃されない。そして、明日の馬までは陥落しない。襲撃軍が、新たに防災に与えた猶予の時間は、実際長引いていた。そういう中断は、夜戦にありがちなことで、 さらに激しい襲撃が続いて起こるのが常である。では、と、ガブローシュは言った。明日の朝、その手紙を持って出ることにしたらそれでは間に合わない。防災は多分包囲され、街路には、みんな万兵が置かれて、もう出られはしない。今すぐに行ってくれ。ガブローシュは、答えに急して、 当したように耳をかきながら決心しかねて立っていた。するうちに、突然、彼はいつもの小鳥のような敏昇さで手紙をひったくった。よろしい。と彼は言った。そして彼はモンデドゥール工事へ駆け出していった。ガブローシュはある考えを思い浮かべて、それで心を決したが、マリウスが異議を持ち出しはしないかと気つかって、 口には出さなかったのであるその考えというのはこういうことだった。まだせいぜい十二時だ。本務アルメガイは遠くない。今からすぐに手紙を持っていってそのまま帰ってくれば間に合うだろう。